はい、今日も残業で遅かったんで、先になんか変わったビール 6% 買って、今日はですね、今日もまあホットプレートでできるやつ、とりあえずオリーブオイル入れて、と豊かな味わいだけど、あんまりこの人さ、で今日は家にあった魚肉ソーセージをカットしたんで焼いて食っていこう。肉汁がすごいね、今のコンビニで買ってきたんだけど、肉汁中和だ。あ、見えるかな、見えないか、アップにすると見えるんだけど、肉汁すごい、肉感がないもんな、肉感ってのは何つったらいいのかな、つまみ食っちゃったんで、家にあるもので焼き飯チャーハン作りたいと思います。これも卓上にあるのがオリーブオイルなんで、オリーブオイルでうまいか分かんない、箸は使っていいんだな。最初香りを出したいのでネギ、ここに入れちゃう。
もうすぐもう自分で食うからな、もういいんだけど、もうすぐあまり強気にしないで、まずはご飯と卵を挟むように混ぜちゃう。ここに何でもうまくなる味の素と、なんか読めないけどウェイバーだって、これ入れると美味しくなるっていうことね。もう何これ、こういうもんなの、よく分かんないけど、うちにあった天かす、揚げ玉って何それ、天かすすげえ油っぽくなるかな、こんなもんにしとこう、やったことないから。でもうとりあえず塩コショウ、さて、ここから焼いていこう。焼き飯だと焼く。ちょっとこのフライパンにこのお好み焼きのヘラがでかいと。でもちょっといい。あ、いい。いい匂い。ちょっと前まで青ネギあったからな。これ青ネギがいいな。あ、香り、醤油の香りが立って。あ、うまそう。おこげがね。なんでもうまい。あ、危ない、もう爆発し始めたから、もう出来上がり。いただきます、いただきます。みたいに、お、自分で作りましたけど、うまいです。シンプルチャーハン、追加しで味付けの、いいね、追加し、うん、味付けの理由もありですね。ガリガリ君が今テレビ見てるんだけど、アイスに鶏肉とか書いてある。完食、うまかったですよ。自分が作ったからできるのかもしれないけど、もうあとトッピングの味付けのり、うん、合います。うまかった。はい、ご飯食ったんですけど、なんか今日はちょっと疲れてて、もうちょっとだけ気持ち飲みたいから、いつも安い焼酎と、なんかこれお家にあったほんと珍しい、これからも食ったことない、エビ黒胡椒だって、これと、まあこれ定番ね、一番好きなカキピーで、もうちょっと飲んでいきます。これだけ、これ明日の仕事でこれだけにします。炭酸で割ってますからね、生で飲んだらもう無理。カリッと歯応え、ピリッとスパイシーだ、風味豊かな桜エビ塩、珍しいのもらってきたね。食べよう、まあこういうやつね。うわ、嬉しいの入ってたわ。ピーナッツ入ってた、これ酒飲みのつまみだね。白い恋人のアイスだって、だったから食べてみよう。確か暴れてたもらったやつだよね、クッキーサンド系だね。いただきます。美味しいけど、普通のクッキーサンドのアイスとあまり大差ないけど、若干、うん、白い恋人、あの中のアイスが風味がする感じかな。うんと、周りの
クッキーは、白い恋人 のラングド社をイメージしたバタークッキーだって。で、アイスにはホワイトチョコチップ入り。だから、若干風味するのかな。ラスト一口。美味しかったです。ごちそうさまでした。こうか。逆？